なんか記号出てきたじゃないですか、森有則が。それであの、まあ、薩摩弁を喋っていると思って、ね、ドキッとしたね、その薩摩弁にね。なんかちょっとあのヤバ党の顔がちょっとちらつくというかですね、なんかトラウマになっているような、そう、薩摩の人に悪いけどそうですねでもやっぱそれぐらい強烈な印象を残してこうっていったわけで、なんか森有則と言ったら、あの要潤、あの田辺教授が言いよったじゃないですか、ちらっとあの国語英語化論みたいな、もう国語は英語にしようみたいなことを言いよった人で、僕高校の時の日本史がすごい得意な友達が、森有則ってもうとんでもないやつだっていうことを言いよってですね、あとその友達が言いよって、あ、なるほどと思ったんですけど、森有則ってあの名前の 50% がリでできちゅうって言って、名前の半分がリでできちゅうやつはなかなかおらんぞっていう話をしようって。そうなのか。いや、そんなことを思い出しました、今日の朝ドラで。だからどうなん、そのリがいっぱいあるから。リが、いや別にどう、意味はない、いどうってことはないんですけど、はい、はい、はい、じゃあそろそろ始めていきましょう。はい、今週のらんまん、はじめと健太のチックと言わせて、はい、はい、始まりました、うん、今週のらんまん、はじめとけんたをチックと言わせて、高知新聞メディア企画部のけんたです。はじめです。はい、この番組では高知県出身の植物学者牧野富太郎博士を主人公のモデルにした NHK 朝ドラらんまんを見て、うん、牧野博士が大好きな記者2人が、ゆるく投稿していきますと。はい、はい、今週はムジナモの回でした。ね、ムジナモの週ね、すごいよね。ムジナモなんていう言葉がね、こう世の中に出ていく日が来ると思わない。そうですね。まあ、高知県民はどうなん、まあ、そこまでなんか知名度がないのかもしれないですけど、僕はですね、まあ、3月まで高知新聞坂橋支局というところにおったんですけど、その近くにあの地域おこし協力隊の人が開いたバー、ムジナモっていうバーがですごい行きつけだったんで、よく知ってるんですけど、ムジナモがあるわけじゃない、ムジナモがあるわけじゃないんですけど、牧野博士 の、 あの図鑑とか本とかいろいろ置いてる古書バーなんですね。それは今後坂場町の観光スポットにね、そうなりそう。ないそうです。別にそのらんまんが決まる前から名前がムジナモやったんで、便乗じゃないと。そう、便乗ではない、すごくいいですね。ぜひじゃあ今度バームジナモで飲もうよ。はい、まあ、ぜひぜひ、はい、牧野陣もあるのかな。牧野陣もあるときあります。ある時あるときあるです、はい、はい、でですよね、え、まあやっぱりいよいよ出禁禁止になったという場面がやってきましたね。はい、まあ、これは史実通りということで。そうだね、まあ、有名なエピソードなので、みんなね、だからいつ出入り禁止になるのかと思いながら、まあね、はい、多くの人が見てたわけです。そうなんですかね。あんま知られてないかよ。そう、いや、そこまでだから僕ら詳しいから当然ね、出禁になるっていうのは知ってるんですけど、一般の人に広く知れ渡ったエピソードなのか、高知県民も知らないかね、分からない。全国的にはそう、知らないかも、知らんかもしれないですけど、まあまあ、とにかく牧野富太郎にとってはすごい大きい出来事、まあ万太郎にとって、うん、面白いよね、その小学校を中退して東大に入って、で、まあ、そこ東大は、まあ、出入り禁止になるよくわからない。いや、別に入ってるわけでもないんですか。あ、そうか、入ってるわけでもない、入学してるわけでもないんですけど、あ、まあ、よく出入りができたということを、ね、そもそも、ね、そもそも、まあ、その生殺与奪は、まあ、教授が握っちゅうっていうのは、まあ、そのイレギュラーな人を受け入れちゅうわけなので、それはそうなんですけど、まあ、この出入り禁止のエピソードって、あの牧野富太郎が牧野富太郎自叙伝っていうのがあって、で、まあ、これ晩年に書いた本で、そのあたりのことも、まあ、牧野富太郎がまあ書いてるんだけども、まあ、一方的にね、書いていて、まあ、それを読むと矢田部教授の悪者になるわけでも、まあ、その矢田部教授には矢田部教授の思いとかいろんなことがあったはずで、それはやっぱり牧野富太郎の視点だけでやっぱり分からないものが、ね、あったんだろうと思うところを、今回のドラマは本当にその矢田部教授、田辺教授に託して矢田部教授の思いを、はい、で非常になんか
あの自叙伝には書かれていないこと、わからないことを汲み取ってあげて、うん、なんかドラマになっていて、これもまたなんかこれ実はやっぱこれが真実だったんじゃないだろうかと、うん、それぐらい、ね、まあ、牧野富太郎をちょっと詳しく知っているものもなんか納得できるというか、うん、なんかそういうストーリー展開だったなと。そうですね、だから今日それこそ森有則が言ったですけど、うん、なんか田辺教授だってすごい高い志を持って、うん、コーネル大学に入学して、うん、こう勉強して帰ってきて、ね、一生懸命日本のために、うん、まあ、自分のプライドもあるのかもしれないですけど、うん、やるわけじゃないですか。そこに超天才の万太郎が来てですよ、うん、もう田辺教授のあのセリフ、うん、あいつは酒大花までも咲かせてみせたみたいな、うん、あと悔しそうな、うん、もうなんか自分は綿密な計画を立てて最終旅行に行っても花がなんか見つけれんのに、うん、ね、よくできてるよねそこの話もね。またムジナモが花をつけるっていうのも、ね、そうですよね、あれ。いや、まあ余談やけども、あの今ちょうどあの高知県立牧野植物園、うん、はい、まあ、もちろんムジナモがあって、うんうん、花を咲かせているそうで、ドラマの放送時期って本当にね、うん、ぴったり合っていて、そうですね、まあ、ドラマの方でも合わそうとは思っているんだろうけれども、うんうん、すごいシンクロしていて素晴らしいよね。そうですね、であれあのドラマにあるとおり本当1時間ぐらいしか咲かない花なので、うん、あの牧野植物園内でもあの開花するとムジナモが、うん、館内放送してるんそうなんです。今ムジナモが咲いています。あ、じゃあもう行かなきゃって1時間しか見れないからいうようなことをね、ムジナモの季節なんだね。まあ、ちなみにあれレプリカみたいな、あ、なんかドラマで、ね、使ってるそれはね、うん、咲いている1時間の間に撮影ができるわけもないそうですね、それはなかなか大変ですよね、うん、でもなんか実物を見たことは僕もあるけど、うん、本当によくできているよねドラマで見て、ね、あ、そうですか、うん、僕実物はないかもしれない、ムジナモの花、うん、なかなか見れない、うん、でも今ほら、牧野植物園に行けばまあ見れるじゃない、うん、何時間かいれば何時間かいればこの炎天下の中で、うん、あのムジナモの発見というのはこう何がすごいのかっていうのを、うん、まあ、ドラマでも言ってましたけど、うんうんうん、まあ、新種ではないけども、うんうんうん、日本ではまだ見つかってなかったと。そうね、うん、日本で初確認されたということと、いや本当ドラマで言っている通り、うん、あのドラマ植物学者たちがきちんと監修しているのでその植物学に関すること本当なの、うん、真実なわけ、はい、まさにその通りで、まあ、日本にもムジナモがあるということと、それからやっぱり開花時期を捉えたっていうことと、うん、プラスそれを描ける絵の才能が確かにあの世界水準に牧野富太郎にあったから、うん、それで発表ができたわけなのよね、はい、すごいですよね。なんかあの、うん、NHK のダーウィンが来たかなってやるよったんですけど、なんか、うん、今電子顕微鏡で見たらやっと分かるぐらいのことをなぜか欠けているという、うんうんうん、ねえ、もうほんと牧野富太郎の目は 4K、8K すごいですよね、うん、でやっぱり結局世界的にしたのは牧野富太郎、もちろん大和草のこともなくて、やっぱりムジナモの図なんだね。あ、でそれを非常にマキシモヴィッチが評価して、うん、でしかもムジナモっていうちょっと面白い人、うん、花も咲いていて、はい、あんな分解図のね描き方、うん、あれ時間を閉じ込めているわけだからね。そうですね、まあ、本当にずっと観察を続けてどれだけの膨大な時間をかけてね、うん、やったか。東大にも出てきてなかったのよね、ムジナモ。そうですね、家で一生懸命、うん、なんかピースに分けてこれを並び替えてどう見せたらいいかみたいなのやってましたね、うん、そこがだから田辺教授もフリーの羨ましさというか、あ、彼には大学の講義学生の指導、政府とのやり取りとかあって、うん、本当はね、シダも好きだろうし研究もしたいし、うん、もしたいけどできない。でも万太郎にはフリーの時間が、うん、それもまた少し嫉妬があるんだろうね。そうですね、ね、うん、大学内の政治もやらないかもしれない、ね、うん、でも今日 の, あの田辺教授のこうなんていうか、いい人から悪い人になる振れ幅っていうか、うん、なんかすごかったね。すごかったですね。なんか史実のね、矢田部教授もそうやったんかもしれんという心の動きだけ。
余計来週2人の関係性が ねどうなっていくか、まあ、その史実を言えば、あの出入り禁止を言い渡された後に、うん、矢田部君のところに牧野博士行くのよね、ぜひ出入り禁止撤回してくれと、日本のそれは植物学会の学のためにならないという正論をね、まあ、正論ですね言うんだけどもね、それも結局聞き入れられなかったっていうのが史実なんだろうけど、そのあたりをドラマとしてどんな風に解釈してどう展開していくのかっていうのは楽しみだね。そうですね、なんかフィクションを見ているというよりも、うん、こう真実を教えてくれているようなドラマというような気もして、そうですね、なんかタイムスリップしてあの本当のわけの生涯を実は見るんじゃないかというような感じ、うんうん、でもなんかムジナモなんかをこう植物学教室のみんなたちでこう見ている、うん、こうなんていうか無邪気なシーンというか、可愛いよね。よかったですね。なんかあの、うん、もうみんなが最初はみんな、いやがちょっと大久保とかもみんなで見るという、うんうん、いいですね、うん、なんかムジナモのなんで変わっちゅうのかみたいなのもよく分かって、うんうんうん、はっきりあんま知らんかったんですけど、うん、根がないぞみたいな、うん、どうやってこいつはなんか養分を取ってるんだみたいな、うん、あ、そういうところに目つけるわけだ、うん、植物学者たちはみたいな。いやでも日本全国にムジナモの植物図があんな風に出て、うん、はい、幹部寮というみんなでワイワイ言う時代が来るなんて思いもしなかったね10年前に牧野富太郎の連載をした人間的にはねそれだけで感動をするこの頃で、この頃で、はい、というわけで来週も楽しく見たいなと思います。はい、ちくと言わせて今週はここら辺で以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。